今回から物語3年目となる2022年シーズンが開幕しますが、その前に現在は1月の28日でオフシーズンの最中、できることやれること、まだイベントが少々残っているので、まずはそっちからやっていこうと思う。次のイベントは海外留学で、そしてどこに行かすか誰を行かすかっていうのも事前に決めてるんで、サクッとやっていこうと思う。まず留学地先に関しては、これアメリカのリーグです。アメリカは投手は球速、野手はパワーが中心的に能力がアップする場所、アメリカらしいでしょ。だからここに行かせる。ただ懸念なのがね、ブクブクになって帰ってきそうで、ちょっとそれは怖いんですよね。まあ能力さえ高ければいいんですけどね。野球ができないほど太って帰ってこないことを願ってます。そういうことあんのかな、このゲームって。わかんないけどね。で、値段もちょっと張るんですけど、まあお金には余裕があるジャイアンツなので何の問題もない。そしてこのアメリカのリーグに行かせる選手というのは1人目、前回動画で獲得した田中正義、元ソフトバンクのドラ1ですよ。この選手が前回戦力外1番にいて、それを獲得した。現在の能力に関しては言うほど悪くはないような気がするんですけど、なかなか出番を与えられずクビになって今ここにいるのは事実。このまま終わらしたくはないでしょう。かなりドラフト前はさ、評判が高くて、これは絶対に当たりや、日本のエースになると言われた逸材ですよ。だから俺が育てる。まあ、その第一弾としてまずは海外留学でアメリカに行かせる。もう一人に関しては野手の伊藤ですね。現在の年齢は20歳、プロ3年目の選手で、全然若く伸びしろもある。で、この物語を通して弾道が3から4になってる。それ以外の変化は特にないけどな。ただパワーがもともと D の50、そしてアメリカのリーグに活かすことによってパワー爆上げってなったら、実戦で使えるようになるはずなので。あと個人的にやっぱ阪神のドラ1佐藤輝明ね、プロ初安打が初ホームラン、やっぱなんかああいう大型野手が巨人にもこの物語を通して欲しいなと思ったので、だからこいつを大物にする、佐藤輝明みたいなロマン砲にする、だからこいつを選択したいと思います。選択できるのは2人まで、また留学先から戻ってくるまでの時間もあるので、まあ、一度生かしたらだいぶ使えなくはなるんですけど、何の問題もない。アメリカで大きくなって帰ってこい。次、春季キャンプがあるので、そっちをやっていかないとね。ドラフトで獲得したばかりの新人選手、この中園、こいつのね、サブポジをこのキャンプで習得させていかないと。やっぱ今、遊撃手しか守れなくて、ショートには坂本がいる以上はスタメンで出る機会こいつないから、それなら別のポジション、サブポジ習得させて、そっち出らした方がいいかな。守らすんならやっぱ外野じゃないかな、能力的にも。あと外野って結構うちのチームスカスカなんで、そこなら出場機会はあるはず。だから外野のサブポジを習得させるために外野の練習させましょう。それ以外の選手に関しては、それぞれ上げたい部分を投手に関してはこのように設定しているので、その設定通りにこのキャンプで上がっていくはず。野手に関しても上げたい部分を個人個人で設定している。個人的には特殊能力とか一気にこのキャンプでついてほしいなと思うんですけど、まあすぐに上がるわけじゃないんでね、つくわけではないので難しいかな。まあこんな感じの設定をしているので、練習を始めて、あーできましたね。いろいろと上がった選手もいれば、やっぱ下がった選手もいる。あ、俺が取ったドラ1、ただスライダーを早速覚えたね。イエース、それは朗報かな。あとメルセデスの中継ぎ適性が20丸、それもいい。で、あの外野手のサブポジ習得できたか、そこが重要なんだけど、あ、岡本降格だ、ほう、イエース、ついたね。これ練習させてたんですけど、それがつきましたけど、あー、ちょっと待てよ、ついてないっぽいな、サブポジ。ってことは、あいつ外野で使えへんやんけん。おっと、ちょっと待て。なんかいきなりトレードの依頼が来てますな。え、なになになに、どこどこどこ、待てよ。ヤクルトと楽天から来てる、一人一人見ていこう。ヤクルトは、こちら北村、相手吉田大成という謎の野手、あんま聞いたことないな。あ、でも守備能力は高いぞ。ええやん。すごく魅力的な選手。まあ、打撃能力の低さがちょいとあれだけども、守備高い。え、こんな選手差し出すほどヤクルトってなんかいい選手いたっけ？広岡はまあ今この物語いて、でも能力そんな高なかったような気がするんやけどな。こんな選手くれるんやったら別にこのトレードええんちゃう？北村もね、能力ある程度上がっていってるんだけど、ただ守備能力が段違いすぎるわ。いやー、ぶっちゃけ内野手、それも遊撃手を守れる選手、メインの選手のこの守備能力の選手をトレードを出す、バカでしかないからね、早速応じていこうかしらね。まあ、ちょっとここは一回冷静になって、楽天側のトレードを見ていこうと思うわ。楽天に関しては、マキアという謎の外野手、取ったばかりの選手ちゃうこれ。架空選手ですよね、おそらく。うん、架空のプロ2年目の選手と、うちの中島。え、そんな中地欲しい？ 39 歳のベテラン。すごい年齢差あるけどね、親子くらいの違いあるやん。そんなトレードか。いやー、でも中地は必要戦力だし、コーチとしても優秀な選手なので、これに関してはもう全然こちら旨味がないから無視する。それよりもやっぱこのトレード、
いや、承諾していいと思いますよ。だから早速トレード、自己します。イエース、ヤクルト、センキュー、吉田もらったゲットだぜ。感謝しかございません。これから開幕1軍メンバーを決めていこうと思う。そして開幕1軍メンバーを決める際、重要なのは能力ですね。過去の実績、また昨シーズンの成績ではない、今の能力で決めていき、そして29名の選手を GM として選択していく、その作業を始めていきやす。GMP マンがガチで決めた開幕1軍29名の選手たちはこのようになりました。先ほど獲得したばかりの吉田、またドラフトで取った選手、自由契約で取った選手、あとこれまでの既存の選手と、まあいろいろとごちゃ混ぜになってますね。ただ何度も言う通り、全ては今の能力で決めたこと。投手の起用法を紹介していくとこんな感じですね。今の能力に合うものを全て設定している。めちゃくちゃに強いと言ってもいいと思いますけどね。一人一人の能力見る感じ、もう最善で最強で、これで優勝日本一になれなかったらもうそれ知らんよっていう、ちょっと無責任な発言も思わず出てしまうような、それだけ強いんです。でオーダーに関してももうすでに設定済みで、まあこんな感じの並びで、今季は松原を一番器用で思い切って使っていこうかな。この物語を通してやっぱミート能力が上がってだいぶ強くなってるんで、十分1番で使えますから、足も速いしね。だから松原1番で、2番に同じく足が速く能力もある吉川直樹で、3番に対右の時はこの大城で、4番岡本、5番リー、6番に坂本、やっぱ能力の衰えがだいぶ激しいんでね、上位で使うよりかは、まあ、チャンスの強さとか持っている選手なので、この辺で使った方が生きると思う。だからだいぶ昨年と比べて打順を下げることになるが、これは俺は間違いではないと思うよ。ほんで杉本で、憂いに相変わらず起用します。今季は1塁手でね、開幕1軍オーダーに入れているので、左の時はこういう並びにしてます。それが悪ければすぐ変えようと思うけど、悪いなんてことは絶対にないんだから、俺はもうこれが最善で最強だとずっと思ってるし、ずっと思い続けて、何も変えることなくやっぱ143試合を全て戦い抜くこと、これ GM としての理想ですからね。そうなっていけばいいなって思うよ。2020年シーズンがこれから始まり、開幕戦は中日ドラゴンズ戦、相手は昨年リーグ4位のチーム、またオフにね、堂林、後藤俊太、この辺を FA で取ったんよね。ただ大野雄大が抜けたので、トータル的に見たら昨年よりも確実に弱くなっている。そんなチームに負ける、また負け越すなんてことは絶対にあってはならないわけなので、この開幕戦、また開幕カード絶対に勝ちましょう。その模様をこれからお届けしていきます。で、開幕戦に関しては観戦試合で1試合観戦といきましょう。後はスキップといきますけどね。こちらのオーダーに関してはさっき紹介した通り、先発の菅野の状態の悪さがあるのはちょっと気になるな。あとリリーバーに関しても、まあでも何の問題もないですね。うん、まあこれでやっていきます。特に変えることはなく、相手オーダーを見ていくと、加わったばかりの後藤俊太が2番でスタメン起用で使われとんのやね。ただ同盟士に関してはスタメンで使われず、三塁手は高橋周平、一塁手に関してはビシエド。そうだよね、このチームにはビシエド、高橋周平という一塁三塁を絶対的な選手がいるんで、堂林なんて取らんでよかったような気がするんやけどね。でも取って使わへんと、謎やね。でもその謎は置いといて試合始めていきましょう。行ってみよう。2022年の開幕戦、菅野智之がマウンドに立ち、投じる一球はストレート。それを見逃す強打。おっと、ちょっとは成長したかな。強打ならあれ振ってアウトになりそうだったんだけど、これまでのね、強打なら。あ、でも結局2球目打ってアウトになるな。強打は強打。うん、別に怖くないかな。で、後藤俊太ですね。FA 選手がセリーグやってきて、そしてその選手と対決するとき、それを見るときっていうのはものすごくワクワクするんですけど、いつもこのシリーズで。まあ、今そのワクワクはないですね。だって後藤だもの。俊太だものね。これが来たから、これが眼前にいるから、菅野と対決するから何か興奮する要素ありますかって言われたら、あ、何もありませんと素直に答えます。嘘偽りのない言葉です。あるわけないだろって、まあ、簡単に抑え簡単に終わるでしょうね。少なくともこのカード開幕戦、こいつにやられて負けるってことは間違いなくない。強い打球でも坂本がいるから、あどー。第一ピッチャー笠原、大野が本来なら投げるようなゲームなんでしょうね。投げてたゲームです。2021年までは。ただ2022年はいないものですから、代わりが笠原、だいぶグレードダウンしたね。開幕戦任せるような投手か、まあ、出てきた以上はそいつ打って勝とうぜ。いろいろと並びを変えたジャイアンツ。本領が試されるぞ。松原スタメン起用はこれまで物語振り返ってもあんまないからな。基本もうベンチウォーマーだったんで。だからそれをちょっと見たいんだけど、いきなり松原の成長もね。まあ残念ながら1打席目で打つみたいなことはなかった。でも巨人打線というのは伝統的に、またね、もう1人倒れて終わりじゃないから。
一人倒れた後もすぐホームラン打ってガキンイエーってよくなるチームなんで、それでいいよ坂本。もうちょっと能力をキープしてもらいたいのが本音なんやけどな。年齢的な部分もあるからしゃあないんやけど、すごい勢いで衰えていってるんで、そこに抗ってほしい。ちょっと寸止めというか、なんか止めてほしいんだけど止まらへんのよね今。ほんとすごい勢いよ。もしかしたら今季終えた時にはもう全ての能力が C を切っているってこともあるかもね。いや今のペース考えたら打撃能力に関しては確実に C なくなると思うよ。全部 D とかになる。まあそれは時の流れだから、いつまでも菅野や坂本の頼りきりじゃダメってことですよね。誰だって衰えるもの。坂本だって人間だもの。ロボットじゃねえ、神じゃねえ、坂本隼人という一つの生命体、人間なんだよ。頼りっぱなしは良くないね。おーっと、今季の巨人初ヒットは俺が取った B 見てましたね。その流れから岡本が打ってくれたらより最高って感じ。いや広角打法ついたんでね、これもともと過去の作品にはついてたんですよ、広角打法。今の岡本にはついてないけど、まあ、そこにまたつけて今の能力の岡本がいるんで、ものすごく強いよこれ。過去一に強い岡本やわ。だからこそ CS とは違うバッティングをしてくれたかな。これは落ちたね。よーし、つないでつないでランナー2人で打順5番の大城匠に回っちゃったよ。あえいきゅって、あっさりしすぎー。まあでも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 いいよ。まあこうやっていきなり打線がつながるとこ見れたのでね、結果得点入ったらよかったですけども、うん、大丈夫大丈夫。今季のジャイアンツは強く、今季の中日は弱い。1回でそれが分かりましたわ。全く試合展開に動きがなく5回裏を迎えました。開幕戦らしからぬ静けさですよこれで、ね、球場静まり返っとるもん。動画としてお届けする部分がほとんどないんで、ちょっと尺的に今困ってますよ。何をお届けしたらいいんだろう、どう編集でこの試合をごまかせばいいんだろうやめてくれ本当。楽しい試合になったら全部お届けできるんやけどね、楽しくない試合がこの物語多いので、だから観戦試合でもほとんどカットすんね。アウトや、強い打球すらも出えへんし、出たとしてももう正面でアウトやしね、おもんねえな。誰かが動かしてくれたらいいんだけどな、この試合展開を。いや一発じゃないっすかね、多分この静まり返ってるゲーム展開を変える、空気を変えるのはそれしかないでしょう。まあそれがどっちの誰が打つかってことよね。でもそういう不意な一撃ってやつは、まあそれこそこいつが打つかみたいな選手が打つケースが多いんで、まさかだと思うけど、それがお前後藤俊太なわけない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 と何度だって言ってやろう。もうないという単語を今10回くらい言ったよ今。それだけないってこと。ならない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 ないない絶対ない。おい松原ファインプレー素晴らしい。まあ、ちょうどこれ1番から始まる6回裏動きなく来ているが、なんか変えられるか。強振でなんか一発狙ってるんでね。え、なになに、この静まり返ってる球場の空気をお前自身の手で変えようとしてる、松原でその程度のパワーで。まあいいけどね。おーっと結果ヒット、変わるね、動くね、間違いない。2番の坂本、これね正直送りバントでもええやけどな。ここまで静まり返ってるゲーム展開だと、まあでもそういうことはせず、 B と D まだそんな自信勇気あんの。正直 B と B とか C やった頃の坂本だったら打ち気な理由納得できるやけど、もうすでに B と D な選手なんでね、考えてほしいわ。バントでええんちゃうの、もう追い込まれとるやん。ちょっと安易に終わらないでよ、ここは最低つなげよ進塁打で。松原も盗塁はね挑む前に、いやもう坂本やっぱあかんわ、能力の衰えが激しすぎる。左の時はその対左 B 持ってるからっていう理由だけで今2番にしてるんだけど、これやめた方がいいね。やっぱ対右対左問わず下に下げた方がいい。この後変えるわ。まあ、リーのヒットによってチャンス拡大で岡本和真頼む。この流れ絶対に取ってくれ。で今日の菅野の状態、またリリーバーの状態考えたら1点あれば十分なんで、ほんと1点でいいよ、1点で。いやいやいや、このバッティングは落ちるやつか、落ちるやつか、落ちるやつやな、アホみたいに後ろ守っとったやつやな。あ、松原変えらへんか。まあ今ランナー満塁でこの後のバッターに回す。大城でいいじゃないですか。誰が打つが重要ではない、ここで取るが重要なので。
頼むぞ、満塁男持ちの大城。おお、一番期待できるな。この物語を通して能力もすごい上がってる。やれよ、打てよ。このシチュエーション絶対打たんとあかんわ。成長を結果で見せてくれ。おお、後藤俊太の肩はえげつないからいけへんのよね。もう俊太のそのプレーはどうでもええね。うわ、もうでその後簡単に終わる師匠もね。こらえた。いろいろと出そうと思ってたけどこらえた。余計な言葉出しちゃってこの現状は変わらないわけであってね。結局得点取れず。あー、ヒットになるか。このイニングはちょいと苦しいな、あの流れからのね。堂林を代走で、平田の代走がそもそもなんかちょっとあまりって感じなんだけどね。あー、で、その流れで打たれる。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、代走、堂林、刺激ホームインとかないよな。三塁ストップ。あかん、変な起用法に驚いて、菅野も動揺して打たれた、その後連続で。ここでの得点は死を意味するよ。もう回は7回だぜ。こっちも取れそうにないんだから。中村晃、なんだよこれ。お前 FA で獲得した選手が全部途中で出てくるやん。堂林にしても中村晃にしても変な流れ、またそこに動揺しがちだけど、いや今目の前にいる中村晃という存在だけに気をつけてくれ。仕事人なんでこういうところで打つんや、怖いことに。焦りは禁物よ。3球勝負で一番いっちゃダメな相手、いろいろと考えて配球せり。これは頑張れ、この2人バッテリー、菅野大城バッテリー。あー、結果アウト。しかし変な起用法しとるもんやね。 FA で4選手昨年から獲得しとって、スタメンで使ってるの後藤俊太だけ、あとの3人スタベンで、そしてそのうちの2人をこうやって7回に一気に出してくる、ダイソーと代打でね。変でしかないわまあでもその変な流れに関してはもう一旦置いといて、またねこちらの攻撃に移り変わったので7回得点取ろう。詰まって落ちるなこれは。よし、次こそ取れよお前絶対。ダイソー増田送られましたね。おーで盗塁はセーフ、ナイス。この流れからね、これも確実に得点取れるでしょう。カモン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 。いやもう正直ここも送りバントでいいんやけど、ウレイニャとて。でも線はな、追い込まれてワンツー当てて、ナイスウレイニャ。ようやくこの静かなゲーム展開を変えられたね。7回にして巨人今季初得点、ウレイニャのバットで生まれました。まだあれなんかな、ヨダなんかな。あいで坂本、あーフェア、あとちょっとでスタンドイン。この辺能力の衰えさえなければいってるところだと思うよ、今の打球は。能力の衰えも痛感したが、まあそれでもこうやって得点が取れたのであれば何の問題もない。でもちろん最後出てくるのはこの日野篤。今季も守護神起用です。俺が昨年取ったドライチ、昨年じゃないな、一昨年だな、2年前のドラフトで取ったドライチの日野がこの開幕戦もあっさりとまず一つ目のアウトを奪う。まあ、振り返れば結構やらかしたこともある選手なんですけど、まあまあでもそれは振り返ってみたらね、あんなことこんなことあったでしょっていう話であって、今ここにはないので、あの経験を経て今強くなった日野がいる。簡単やな、もう信頼しかないわ今ここにあるのは。ちょっとの不安もないよ。はいし、完璧に抑えてくれて、トゥアウト、シャットアウト、あと一つ。堂林ね、途中出場の打席もあったよ。中日初打席、背番号57なのか、どんな意味があるんだろう、意味が分からへんけど。能力が高いのでちょっとね注意は必要なんですけど、まあでも代打で出てきて打つような選手じゃねえと思うし、一発浴びたとてまだ2点差あるんでね、うん、何の問題もないと思いますけど。あ、 OK、 もう直球がキレキレ。おお、その直球に合わせてきて、これは落ちることもなく、アイス。2022年新シーズンの開幕戦は2対0と正直盛り上がりはなかったわ。あんまり巨人打線の強さっていうのも出なかったし、寂しかったですね。あと変な起用法互いにあったので、そこはカーッつって感じですけど、勝ったのであればそれでいい。それ以上語ることはない。まずは開幕戦一歩目を勝利で飾れた。
その事実を喜び、そしてその事実をいつまでも喜ぶのではなくて、今日という一日はもう終わるわけなので、それと同時に喜びも捨て、この後142試合の戦いに集中しましょう。まだまだ日々は続いていく。2試合目は高速試合で見ていく。そしてあーっと今日田口の状態が謎に悪いな。絶不調か。まあでももういいか。ローテーション設定してる通りに起用していこう。なんかボロックソンやられそうな感じはするんだけどね。何の問題もないでしょう。どうせ勝つのはジャイアンツ。そうなるようにこの世界はできている。違うんだ、俺がそうしてるんだよ。そういう世界を作ったんだよ GM として。まあ、見ていきましょう、見ていきましょう。先に得点取るのは、はい、ジャイアンツ誰や。あ、岡本やな。今季第1号打ちましたわー。でウレーニャも打ちましたわー。もう打っちゃうの、打っちゃうの、打っちゃうんだもん。最後また打っちゃった、別の選手がね。吉川直樹か。うーで、これ、ウレーニャまた打ったね。打点5打点になってるよ。さっきそれやれよと言いたいが、まあいいか。さっきも打ってくれたしね、ウレーニャは。打率も8割、恐ろしや、恐ろしや。開幕戦から打ちまくり、爆発中じゃないですか。ええよ、もうそのまんま打ちまくって止まらんでね。いつまでも打ちまくって、どうぞ。今日の勝利はもう約束されていて、あとは個人的な活躍。また誰かが打つみたいな、そんなサプライズはないのかしらな。あ、もうないかな。もうないっていいですね。で、最後誰か打たれるということもなく、絶対に打ったでしょ。今季のジャイアンツはこれだけ強いと。ヒーローはウレーニャと高梨ですな。どちらも頑張ってくれた。ウレーニャに関してはもう素晴らしいね。こいつを起用してる俺が一番有能で。あ、また自分で自分を褒めておるけど、自分で自分で褒めていいでしょ。このような結果が出たんやから。開幕カード3試合目もこれ高速試合で見ていく。そして今日の先発は涌井さんですね。来たばかりジャイアンツデビューとなる試合でどういうピッチングをしてくれるのか。まあまあ楽しみというか、まあ当然ながら結果を残し、たとえ涌井さんが打たれたとしても打線が頑張って、そしてリリーバーが抑えて勝つんでしょうね。開幕3連戦3連勝いただきました、確実に。さあ涌井さん、巨人デビューはいきなり2点燃えたね。ちょっと燃えたね。誰に打たれたんやろか。高橋周平に一発浴びたんやな。まあまあそんな時もあるわな。そんな時もあるから気にせんでいいよ。どうせ打線が打ってくれる。ほら、まず1点取れた。これは吉川直樹の一発で、その後も取った。ナイス、いいっすね。でもその後取られたらあかんやん。何してんねん涌井さん。あ、でもその後取り返す。イエイエイ。でもその後また取られたらあかんから。あ、なんで取られるん。次は4、2が倍になって4になった。え、何したの。打線がめちゃくちゃ頑張ってくれてる中、涌井さんそんなやから楽天にクビにされたんやな。数字は良かったんやけどな、昨年ね。だから取ってみたんやけど、取って今使っとんのやけど、見事裏切られたな。これが今季の初敗北。なんかクソ胸クソ悪い。うわ、高梨まで打たれとるやん。ちょっともうボロボロやん。どうしたんお前。この2試合の流れから3試合目こんな風になる。誰が予想した。でも予想外なことが起きるのがペナントレースでプロ野球なんですよね。4対13、ありえない。2試合目終わりの俺がこんな3試合目を見るなんて予想してなかったけど、さっきも言った通りこれがプロ野球です。受け入れましょうこの結果を。ちなみに今日の涌井さん5回投げての8失点の大炎上ですね。これを見たら次の登板機会与えない方がいいんじゃねと思う。そこのあなた、それは大きな間違いだ。この男には実績がある。あといろんな球団を渡り歩いて活躍しているレジェンドと言っても過言ではない。だから次の登板機会ジャイアンツもちろん与えます。起用し続けます。それがジャイアンツの優勝に、また日本一につながるはずだから。まあ打線は得点取れてるんでそこは問題ないですね。そこはね、まあ負けましたけども、開幕カードは勝ち越しで3試合を置いて今1位という立場があるので、まあまあそれを喜びましょう。負けたことよりもね、ポジティブにやっていった方が物語は絶対楽しくなるから。え、高梨が全治1週間早っ。腰痛ね。まあそういうことになったのであれば、まあいきなりですけどこれ2軍に落としますわな。高梨はなんか怪我しやすいところがあるのよね。11日間も使えないのは痛すぎるな。代わり誰あげようかな。いや、こういうとこで若手のサウスポーを試して、それが何か能力の覚醒とかにつながると思うんで、大江ね、この物語を通してだいぶ成長して、まあ、このような能力なので試してみても面白いでしょう。だから大江を使えます。高梨に関しては怪我が治るまではしばらくは2軍ということでいいね。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わります。そして、ペナントレースは始まったばっかりで140試合も現時点で残っているわけですから、その模様をまた次回以降もお届けしていくことになりますが、ただテンポよく早めにね、ペナントレースを終わらしてポストシーズンをプレイして、そして GM 物語自体を終わらす予定としてはそう予定してます。ただ予定通りにことが進まないのもプロ野球なので、まあその辺はいろいろとあるでしょう。そのいろいろとある模様を次回以降も楽しんでくだされや。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。グッバイ。